はい、こんばんは、山陽と申します。ちょっとね、カメラの位置を変えてみました。まあ、単純にあれです。ああ、こっちの画面になってる。カメラの位置を変えてみましたけど、ちょっと斜めか。まだ斜めだな。まあ、単純な話でございます。ずっとね、座り作業でやってるとね、腰に来るということでね、腰が痛いんでね、立ちながらやるならね、っていうので、ちょっと無理やりカメラをね、慎重に合わせてみたんですけど、まあまあね、変な価格になっててね、なんか変なことになってますけど、まああんまり気にしないでください。単純にちょっと腰がしんどいなってことで、よっしゃ、カメラを上にしようということでございますね。2022年1月までね、やってきましたね、この山田決算会も。で、今、用事済ませてね、帰ってきて、2月分からね、また撮っていきましょうというわけでございますね。で、早速ね、見ていきたいと思います。2月分ね。よいしょ。ということで、2022年2月はこんな感じ。アップロード数は28本。まあ、1日1本、ちょうど1本分ぐらいかな。で、再生数は7830再生。あ、これやばいな。眩しいな。あのね、ライトがモニターの下部分ぐらいなんですよ。で、前はね、こう座ってこう見上げる形だったんで、まあ多少ちょっと眩しいなぐらいだったんですけど、これ、上から下にちょっと見下ろす形になるんで、立ちながらやるとね。うん。もろライトが目に入ってくるな。これはなんか改善してえな。うわ。でも消すと、暗いとね、さすがにね、いくらなんでもね、まああんま変わらないけどね。っていう感じでございます。でも一応ライト置いてるんで、まあいいや、頑張ってやっていきましょう。再生数が7833試合。まあちょっとここは落ちてるんですよね。で、時間は287。でも、時間は意外と伸びてる。これ何かっていうと、言うとった30秒ぐらいのね、エスカレーターの動画が、ちょっと落ちとって、実は、ここは、実はちょっと落ちてるんですよね。2000再生ぐらい落ちとって、まあ単純に、その2000再生分ぐらいが減ってるのかなってことでね、もうここで落ちるのかなってね、この時は思ってたんですけどね、さすがにね、3000再生とかずっと入っとったら、まあさすがにここら辺落ちてくるのかなと思ってたら、まあ、あと、また、もう一山あるんですけど。で、あとは YouTube のやつが久しぶりに。YouTube が実はここに入ってるか。入ってるけど、速達のやつが入ってくるんですね。これ多分、願書系でしょうね。やつで、このやつは大体この時期になると入ってくるっていうね、やつがあります。で、いうことで、YouTube が2つ入ってる。久しぶりですよね。2つ入ってるのは、どこ以来だ？YouTube が2つ以上入ってるのは、前の時のここか。2020年12月以来ってことは1年以上ね、なかったんですけど、久しぶりに、ここにあるわ。2020? ああ、ここが今言ってるやつか。2022年2月か。っていうことでね、が2つ入ってきます。まあ、単純にちょっと他のやつが、もう、ここは再生がちょっと落ちてるんですよね。っていうのがあって、この辺りになってますよ、という感じでございますね。もうちょっと細かい詳細を見ていくと、こんな感じと、いうことで、ここでピョンと伸びてなんだ。生捨てでなんか伸びたっけな、っていうぐらいですね。で、リレーショナルスカイと、まあ、これがやっぱ、落ちてるんですけど、これがちょっと再生数が落ちてるんで、全体、再生数はね、ドンと落ちてるんですけど、意外と再生時間は、そうでもないっていうのは、多分このあたりの速達とかの動画って、見られるのが多いのと、あとこれか、これが大きかったか。ナマステでやりましたね。2月5日にやった、第37回、放送で、24時間耐久プチプチって、これ24時間ぶっ通しで流したんですよね。なんもね、あれって12時間以内で切らないとアーカイブ残らないの知らなくて、24時間本当にぶっ通しで回しとったんですけど、結果的にアーカイブ残ってないんであれなんですけど、やっぱこれはちょっとさすがに接続がありました。で、167ってことでね。うん。で、これが、時間引っ張ってますよね。平均視聴時間もやっぱ引っ張ってくれてるって感じですね。それで多分伸びてるなっていうのはあるんでしょうね。なるほどなということですね。それやったのがここかな？そうですね。ですから、このところで視聴時間も伸びてますよね。うん。っていうことですね。まあ、再生数もちょっと増えてますけど、再生数よりも、影響あたりよりも24時間ぶっ通しだと、
それなりの効果が出るんだなということですね。やっぱ長時間、長尺はこういうところに見ると、長時間のところにはやっぱ、いい影響を与えてくれますなというところでございますね。で、あと、ジョイサウンドネットとか、まあ、定番ネットがずっと入ってくる。まあ、特に、ですから、ここはね、この、2020年2月の、新着ネットがここに一つ入ってますけど、まあ、久しぶりですよね。それもそれで。うん、あとは、まあ、古い動画がいつものごとくって感じでございますね、という感じです。他の動画どんな感じだったかと、最初に、ショートのね、ショートに、撮った、アーバンの、なんか、トラブル、人身事故とかなんか忘れたんですけど、があって、名阪特急の運行ができなくなって、アーバンダイナ、名阪特急がなばり止まりになるとか、っていうので、表示がね、まだ出てなかったっていうのでね、なんかアーバンダイナ行き先不明っていうね、不思議なやつがあったのを撮ったやつとかですね。で、これは、で、あとは、そうだ、YouTuber になろうねとか、ずらっと上がって、で、これはアーカイブか。アーカイブのやつですね。そう。で、うちのところのあれの正体とかがね、バレるあれな感じでしたけど、っていうのがあったなっていうところですね。で、あとは24時間生放送。これがでかかったかな、この時は。これが一番おもちゃかな。あとはそうだ、YouTuber などがずっとある。まあ、これもね、相当いろんなケースステディで話してますんでね、見応えのある感じですけど、まあ、当然、再生は、入ってないよね。まあ、うちとしては平常運転ぐらいですね。って感じでございますね。っていう感じ。ということですね。で、あとは、なんか投稿したっけ。このあたりとかも相当、あれですね、赤ぶりのやつも上げてって感じですね。で、このあたりの時は結構新しいの出してたんだな。撮ってそのまんま。089、これ2022年の1月の正月に撮ったやつをそのままアップロードしてたんですね。ストック今ほど溜まってなかったんですね、この頃は。うん、意外と入ってるな。八田から岩とかまで歩いたんですね。結構ね、この辺りはね、いい店があったんで、その後も実はちょいちょいと行く店もできていたりしますけどね。で、潮の岬灯台とか、これアーカイブの2011年とか2012年ぐらいかな。これなんかも、確かガソリンの価格はね、これ亀山のとこですね、出てるね、139円だもんね。安いなぁ。ちょっと、今とは、なかなかあれになってますけど、この頃はこれぐらいでしたね。まあ、というか最近から特に上がってますからね。っていう感じかなというところでございましたというところですね。アーカイブメインでずっと出してますね。アーカイブとそうだ YouTuber だけか。で、最後の最後に、今年の名所今年のうちにの第2弾の、やつですね。要は1日目で取り切れなかったんで、1ヶ月ぐらい空けてかな。うん。今度は車で三角点とかっていうの方を回っていくっていう動画の撮り始め。第1回の企画説明の動画が最後に滑り込んでるなっていう感じでございますね、ということですね。なんか今日再生がなんかやらコンスタントに入ってるな。どうした、っていうのがあったりします。あれ、意外と入ってるじゃん。これ多分、前回の動画の時に映ってた時多分7再生とか17再生とかになってたと思いますけど、意外と。わからんすね。ショーツ動画の伸び方がよくわからんす。クーンという感じですね。で、2月こんな感じでした。で、2022年3月の方に入っていきましょう。